おー、でかいの来た。バラチャージ、チャージするとそれぞれ技がついてる。トカビト専用捕獲トラップ、有効範囲内に侵入したトカビトの動きを封じます。なんかそのうちトカビトが敵になるのか。捕獲イバラ、アブダクターがこの今目の前にいる敵だよね。2段階目、使用後はイバラゲージが白の状態になります。青の状態に戻るまではチャージレベル2を使用できません。なるほど。アブダクターに2段階目、よし。おお、拘束した。こういうことか、こういうことか。だいぶアタック、ダイブアタック。あ、で今白い状態になってるね。ちょっとこれ邪魔だから倒して、ロックオンの場所はいろいろ変えられる。ダイブアタック、でくっついて攻撃もできる。よーし、倒したかな。倒したー。あ、アイテム覚醒力解除確認、扉を解除しました。扉解除で、これを多分拾ってくんだな。これはあれかな、 V 破壊をしたら落とすみたいな感じかな。で、なんかね、この端っことかになんかアイテムありそうだよね。いけー、なんか拾った。おー、アイテムあるね。あっちか、届かない。ダイブ、ジャンプ。おお、落ちた。意外とまだ慣れない。ジャンプで、ここか。ダイブ、あともう一個あったよね、あれか。よし、行くか。バリケード越え。おお、またアブダクター。ロックオンの時の色によってパーツの特性を知ることができる。青がケージで、赤が溶弾破壊可能なパーツ、黄色がドラッグダウンしやすいパーツか。なるほど。 R でロックオン対象を切り替える。ゲージと溶弾破壊可能なパーツに貼り付いている状態で三角で溶弾、あ、切断んが行います。なるほど。危なくなったら×。まるでドラッグダウン。なるほど。あれがドラッグダウンしやすいやつだ。これだ。連打。お前を転ばしてやるぜ。よーし、転んだ。で、これがダイブして、ようだ、丸。よーし、破壊した。こういうことか。あ、これだ。で、ダイブして、切断してやるぜ。破壊。で、6個。で、これで、また転ばせられる。あ、ちょっと時間かかるな、これ。2回目はちょっと時間がかかるのかな。こいつ。で、こうやってダイブして、切断。結構素早く切断できる。ちょっとなんかまだボタン慣れないな。こいつ。よーし、こ
こう切断していくことによってアイテムが取れるのかな。おらーおらー、結構時間かかるぞこれ。結構時間かかるぞ。連打連打、頑張れ頑張れ、もうちょっとだ。でここにやってダイブアタック、ダイブアタック、こうゲージに攻撃することによって市民を救出できる。でなんかポットに入れればいいんだね。誤送機まで運んでください。その前に回収しちゃおうかな。もう敵は倒したし、アイテムアイテム、資源確保で大丈夫ですか。お姫様抱っこ、お姫様抱っこ、えっさほいさ。あ、まだアイテムが落ちてますね。ちょっとアイテム買い取って、これねダッシュすると方向転換難しいっていうか、ちゃんと運んでくれよ。これでトロフィーもらえんの。壁に当たると市民落としちゃうんだよね。ということで慎重に運びましょうか。これでもバツでダッシュして回避行動がバツでできるの、どうやってやるの。いてすいません、感謝します、感謝しますわ。すごい優しい人だなこの人。2回も落としたのに。あるわね、お疲れ様でした。再教育ボランティアを終了。おアイテムアイテム、危ない危なかった。ミッションコンプリート。よーし、これで赤文字だけ納品してあと持って帰ろう。はーい、よーし、87年減ったぞ。先は長いな。倒れた味方を瞬時に蘇生したり、いばら、そんな使い方できんの。お疲れ様でした、お疲れ様でした。先ほどのボランティアで再生プログラムを終了しました。再生プログラム終了に伴い隣と管理メニューに新たな機能が追加されました。やったね。追加された機能は、おお、武装整備、武装整備、うん、武装整備を使用すればボランティアに傾向。これでやっと早期特典が使えると。戦闘用アイテムを選ぶことができます。ボランティア申請の際は必ず武装を確認してから申請することをお勧めします。はい。また隣と管理メニュー内オプションの操作設定に新しいタイプが追加されました。自分に合ったタイプを選んでください。さてスタートをして、武装整備、トガ人、武器、まあレベルがあるんだね。武器強化はまだ今できないんだ。ストーリーが進行すると行えるようになります。モジュラーっていうのがなんか属性みたいな感じかな。武器の性能を変更できるようになります。まあまだ先の話だろうな。あー、これが早期特典。お、レベル2じゃん。最初からレベル2の武器が。まあこれを使いましょうかね、早速ね。体験、体験と武器2の方にも確かロケットランチャーがね増えてる。レベル2だ、これも。モジュラー、あ、これがモジュラーか。炎属性アップ。何これ、なんとか怯える。ダメージアップ、なんかあるのかな、そういうのが。あ、よくわかんないけど装備しとけばいいや。ロケットランチャー、ロケットランチャーだから、あ、弾数が少ないんだね。あ、しかも壁等に張り付いた状態では使用できないって書いてある。まあでもあんまり張り付いたまま撃ったりしてなかったか。まあいっか、これでね。まあ破壊力がある方がいいでしょう。戦闘用アイテム、まあなんか回復アイテムとか装備できる。体力、
回復。これがなんか強化版？オートエイド、自動回復。あ、これなんか、FF でいうリジェネみたいな。これはハイポーションでしょ。ハイポーションで、これポーションみたいな感じでしょ。まあとりあえずファーストエイド4個持ってるか、4個装備しとくか。一応ね、所持枠に、所持枠に、まあこの所持数もなんか後で増えるみたいだけどね。使用中の武器の弾薬を補給する。弾薬箱、これも4個か。これはいくつ、3つ持ってる、3つずつか。でもなんかこの2つはまだなんか貴重そうだからあんま使いたくないね。てか最初の方多分ファーストエイドで十分でしょうね。弾がなくなることもなさそうだけどな。これはなんだ、手榴弾何個持ってんの。4個か。まあ弾にしとくか。一応ね、回復アイテムは回復系だけ持っておこう。これなんだ、あー、イバラの種類が変えられるっていうか、イバラもなんかいろいろ武器みたいにいろいろあるんだね多分ね。まあ今何もできないけど、個人装備運用記録、マイセット。まあ今特に変えね、セットしなくていいか。武器ちょっとしか持ってないし。アクセサリー、アクセサリーの方どうしようかな。武器ね、銃、ちょっとロケットランチャー使ってみて良さそうだったらアクセサリーにロケットランチャー持たせるか。あんまりこう突っ込んでてアクセサリーが死んじゃっても困るし、遠距離の方がいいかな多分。戦闘用アイテム、まあいっか。アクセサリーコマンド、まあとりあえず1でいいかな。あ、でこれがアクセサリーのマイセット。まあ とりあえずね、あんまり最初の方だからやれることも少ない。そしたら、あ、やばい、5歩以上、あ、大丈夫か。再生プログラムの終了により正規のボランティアを申請する権利の解放が可能になりました。やったね。再教育ボランティアで得た恩赦ポイントで安全保障局発行ボランティア参加権の権利解放申請を行ってください。貢献案内申請から権利解放申請が可能です。貢献案内申請には大モニターからアクセスできます。もっとなんか分かりやすい名前つけてくれればいいのに。あ、こんにちはってあれだね、棒読みちゃんが切れてる気がする切れてる気がするよ。まあ、たまに棒読みちゃんサボるんで、私の棒読みちゃん。とりあえずこの大きいモニターでなんか申請しろってさ。衣装変更、ここでなんか髪型とか変更できるんだね。っていうかトガビトとアクセサリーいつでも体変えられるのか。これ有料かっこ有料、現在所属している PT の変更は有料らしいね。各種追加コンテンツを購入することができます。まあここら辺はいいか。衣装変更、これであの早期購入特典が、トガビト服、フォーマルウェア、いいね。やっぱスーツの人って良くない？スーツ、金髪スーツだよ。なんかシャツが赤って、まあいいか。でもなんか SP っぽいよね。フォーマルウェアにしとこうか、せっかくなんで。これも早期購入特典でダウンロードした服だし。
で他にも細かい設定できるけど、とりあえずそのまんまで、アクセサリーあできない。まあいいや、とりあえずなんとか申請しよう。おお、権利が開放されていない項目にアイコンがついています。積極的に開放していきましょう。なるほど、コーディネート権利とこの武装補助権利は今開放されてたってことだね。でこの日常行動に関する権利137ポイントあるから使おう。よし、権利開放、自由への第一歩。でこれで報告すればいいかな。安全保障局発行ボランティア参加権の権利開放を確認。早速あなたに正規のボランティアが発行されました。来たー、ボランティア。ボランティアを申請する前に質問がありますか。質問がありますか。ボランティアの内容は、適正パノプティコンのアブラクターに奪われたシビリアンの奪還です。なるほど、他に質問はありますか。シビリアンって、シビリアンはあなたたちトナビトと違って高い知能を持ち、その技術力でパノプティコンの幸福に貢献する人的資源です。うん、頭のいい人たちか。シビリアンには人類が生き残る上で物的資源以上の価値があるため、常にパノプティコン間で争奪の対象となっています。そうなの、そうなんだ。他に質問はありますか。ああ、なんか東京とか千葉とか県でなんかその一般市民を取り合ってる。シビリアンを搬送するための大型携帯兵器です。今回のボランティアの目的は、敵アブラクターからシビリアンを奪還することにあります。目的はあくまでシビリアンの奪還であり、敵アブラクターの殲滅ではないことに注意してください。なるほど。他に質問はありますか。でもこれね、アブダクター倒した方が早い気がするな。正規のボランティアは本パノプティコンの内部で行われます。現地までは、トナビト運搬用車両、派遣護送車で移動することになります。うん。準備ができたらボランティアを申請してください。わかりました。また、正規のボランティアは、模擬戦である再教育ボランティアと異なり、敵の攻撃を受ければダメージを負います。てか、今までダメージ受けても減らなかったのか。ダメージにより撃破されたとしても、継戦力を消費することで、ボランティアに復帰することが可能です。継戦力。ただし、継戦力が尽きるとボランティアは失敗となりますので、注意してください。あの左上のやつがなくなったら、ボランティア失敗。ケーキの加算を受けることになります。なるほど。じゃあとりあえず、ボランティア受けるか。ボランティアリスト。これだ、市民奪還。はい。家選んじゃった。はい。さあ、やっと普通のボランティアができる。ボランティアの申請を確認しました。ここから派遣護送車到着までの間、資格を制限させていただきます。なお、今回のボランティアからあなたのパートナー兼監視者として、私はボランティアに同行します。アクセサリーも戦闘に参加するってことか。私に指示を出したい場合は、アクセサリーコマンドを使用してください。なるほど。セレクトボタンでアクセサリーコマンドが出る。指示内容はまだ、今は増やす、あ、じゃない。編集することはできないけど、ストーリー進めればできるよってね。それでは派遣護送車へ移動します。はい。また多分目隠しされてるんだな。お、あなたは。やっと外に出てきたか。思ったより元気そうで何よりだな。この人の声すごい聞いたことある。こいつがさっき言ってたシャズなやつか。これはね、石田さんかな。誰？お前が拘束されている間、代わりに入ってきた新しいトガ人だ。ま、よろしくしてやってくれ。よろしくな。お前記憶飛ばしてるんだって？
だせ笑われたよ。ああ悪い、俺の名前はマティアスってんだ。まよろしくな。二人はこれから何を？お前とボランティアに同行する。それ以外ないだろうな。お前たちの教育指導を任された。めんどくせえ。まあ改めてよろしく頼む。よろしくお願いします。ET 上層部もこんなおっさんじゃなくて綺麗なお姉さんをつけてくれればよかったのにな。アーティアス、それはお互い様だ。ET、他にも新しいトガビト。何人か優秀な奴がいるという話は聞いている。無事に第二高度に上がれれば、第二そのうち会える。ああ、そうなんだ。パノプティコンを省略して、パノプティコンを省略して PT。クソ長くて言いにくいからな。まあ確かにね、噛みそうになる。さて、サクサクっとシビリアンを助けて、こんなチンケなボランティアを終わらしちまおうぜ。そうしましょうぜ。シビリアン、シビリアンって。本当に何もかも忘れてんだな。あれさっきアクセサリーから説明受けたじゃん。シビリアンってのはすっげえ頭いい連中で、ここにあるもん全部作ってんだよ。あれだ。ああ、頭脳労働者ってやつだ。俺たちみたいに命がけのボランティアはない代わりに。命がけのボランティアないけどさ、よその PT にさらわれてなんか命がけじゃないのあれ。結構命がけだよね。ボランティアを開始する。向こうウーベマティアスレディー。ウーベか。やっと普通の任務ができるよ。